1564の進行の曲を見つけてくれる。そしてその見つけるだけじゃなくて実際に音を鳴らすことができるので学習にぴったりなんですね。こんにちは、ダイレクトナチャージョの広島です。今回はコード進行ごとに楽曲を探せる神サイトを紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。作曲をしたり耳コピーをしたりしているときに同じコードで他の楽曲を知りたくなるというときは非常に多くあると思うんですね。しかし実際のところやはりそれはもう自分で勉強して自分の中でデータベースを作っておかないといけないと思うんですが、実際にはですねすごくいいサイトがあります。今回紹介するフックセオリーというサイトなんですが、このサイトでは例えば Let It Be などで使われる1564の進行の曲を見つけてくれる。そしてその見つけるだけじゃなくて実際に音を鳴らすことができるので学習にぴったりなんですね。実際にちょっとやってみますね。このように今ポピュラーコードプログレッションという流れで今1564を見つけました。そうするとですねこの曲の、使われているものがこのようにバババババッと表示されたわけです。そしてこの1564がどこで使われているかというのが曲をクリックすることによって実際に聴けるわけですね。例えばジェイソン・ムラーズの I'm Yours を選択しました。そして再生、これすごくないですか。今 B キーの B コード1、しかもこれ1を鳴らすと B のコードが鳴ってくれるんですよ。そして5の F シャープ、そして6のマイナーの G シャープマイナー E というふうに鳴らしてくれるんですね。そしてここでは再生するのを YouTube かピアノかっていうのを選択できるようになってるんですね。先ほど YouTube を流しましたがピアノを選択すると、すごいですよね。しかもこれループしてくれるわけですから、1564を使った進行の実例をどんどん学べるわけです。ここにはピアノ、ギター、さらにメロディーかコードかっていうのを選ぶことができるようになってますね。このようにコードがわからない人がこの押さえ方を参照にすれば、これバースはこのように使われていて、コーラスでも1564が使われてますよね。というふうに実際に使われている中で勉強できるのでしっかりと頭に入ってくるわけですね。そしてここで B、F シャープマイナー、G シャープマイナー、E というのが分かったら、あとはピアノだったりギターで実際に弾いて口ずさんでいくことによってこの1564の進行が入ってくるという感じですね。そしてこのデータベースはですねどんどん追加されているので毎回楽しみになってきます。これ今、レディガガの The Age of Glory を選択しました。そうすると、1564今回はどこで使われてるんだろうか、あ、ここですね。サビで A、E、F シャープマイナー、D、キーが A の1564、ここで使われてますね。実際再生してみます。どうでしょう、すごいですよね。このように学習していけば1564のコード進行を勉強して終わりではなくて、実際に使われた曲と一緒に覚えることができるので、ちゃんと
頭に入ってくるんですよね。そしてこれを使って勉強していくことによって選曲も増えていきますよね。やはりコード進行をベースに曲を作ったり耳コピーのレベルを上げていくためには実際に使われた曲を覚えるということが一番大切なんですね。今ティム・マグロの It's Your Love を選択したんですけど、このように1、5、5のところで7分の5を使っている場合でも1、5、6、4という中に選択されていますね。Middle of the night, ベースはそのまま坂田さん。Taking your heart and holding it tight。 すごいですよね。コード鳴らすとタラランタンタラランタンリリリテタンタタン。これを流しながら自分でメロディー作ってもいいですね。タラタタタラナタタラルルララなんていう風にやってもいいですし、ピアノなどがある場合はピアノを弾きながら実際にメロディーを一緒に合わせながら歌ってもいいですよね。今は1564という流れでやりましたが、ここのようにポピュラーコードプログレッションっていうのでいくつかのコード進行が出てますね。全部海外のサイトなので英語で書いてありますけど、コード進行実際見てみると、これ Those Magic Changes って書いてありますけど1645のこと、そういう呼び方をしているなんていうのも少し勉強になっていいですよね。日本と海外ではちょっと呼び方が違ったりしますからね。このように、分け方なども、ここで勉強していきながらコードを実際に覚えていくということができるようになります。それでは本日のまとめをやっていきましょう。同じコード進行を使っていろいろな曲を知りたくなったとき、それらが一覧でまとまっていると便利だなと思いますよね。それがこのサイト、フックセオリーというサイトになります。例えば1645進行を使った曲を知りたいというふうに考えたときに、今エンリケが出てきましたけど、エンリケの、ヒーロー、これが1645 G、E マイナー、C、D、 これを使った進行と。 Let me be your hero。 なんていう風に分かりますよね。このようにコード進行別にまとまっていますので、ここで勉強することによって相当コード進行に対する知識だけではなく実例を学ぶことができます。ぜひこのフックセオリーを利用しながら作曲や耳コピーに役立ててみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。